間は泥でできている、肉や血でできている、俺の背骨は強いぞ、16トンを積んだんだ、お前はどうなんだ、いつしか年老いてどこへも行けず、ふらふらと魂までも人のもの。俺が生まれたある朝はお日様は出なかった、優しい女の心だけが俺の気持ちを変えられる。肉や血でできている、俺の背骨は強いぞ、16トンを積んだんだ、16トンを積んだんだ、16トンを積んだんだ。こんばんは。中です。こんばんは、森正人です。沖テルオです。二人合わせて森テルオです。です。今日はですね、あの鶴森さん初登場ということで、若干あの新人だもんで固くなっておりますけど、はい、マジックストーンさんとの初共演ということですね。楽しいステージでした。本当にね、なんか懐かしい感じが僕はしました。あの、何もかもが全てなんか懐かしい。万代生きとるんだなと思いました。何言ってんのかよく分かりました。そんなことはいっぱい出てきますから。あのこのぐらいで勘弁してくださいよ。若干アウェイな感じが今してますけど。しばらくの間お付き合いいただけたらと思います。はい、今日はよろしくお願いいたします。Come on.
か現場仕事現場仕事現場仕事
いいですよ。でも話の最後までこうキャーンとするっていうのはなかなか難しいですね。自分のイメージの中で、ははは、これで分かっとるはずやと思って、誰も分かってないかった。2曲目いきます。2曲目なんですか？現場仕事をやる。現場仕事。これは現場仕事です。まあ、そういうことはまたおいおいするとして、次の曲に行きたいと思います。まあね、最近長いこと言ってとると、いろいろなこのね、勘どころというんですかね、ツボ、聞いてください。ツボです。
ありがとうございます。30年ぐらい前に免許を取ったんですけど、細々とやっております。それがどうしたと言われて歌作っただけです。ツボ、ツボだよね。ツボです。大丈夫、無事だと思いますよ、はい。さあ、前さばきはまあ別として、前さばき、俺の言ったことは多分分かんないと思いますね。気にしないでください。気にしないでください。じゃあ、はい、何か、あ、僕ですか。はい、何か喋ると、喋ってもいいし、歌ってもいい。今日はね、マジックストーンズさん、前々からその気になっていて、最近結構森ちゃんと次郎さんとはちょっと一緒に飲んだり話ができるようになったんですが、なんかどっかの店、どこだったかな、さっきのあの名曲ですね、子供だからさーじゃない、大人だからね、あれを聞いて、まあ、なんか、うん、すごいなと思って、ずるいなと思ってどんな人たちなのかなと思っていたんですよ。で、したらあんな人たちで仲良しになりましたけど、今日はなんか、なのでぜひ、星さんともね、一緒にできたらなと思って、さっき散々下の階でギリギリまで飲んでました。アル中です。はい、すいません。そんなアル中の歌を、有名な歌を言ってくれて、
です。みんななんか平気で飲んでるから、飲んでも演奏できるもんなのかなって思って。できます。できます。飲んだ演奏をすればいいです。そう、あ、素晴らしいです。照れるな。全然拍手するところじゃない。じゃないと思います。飲んだ演奏はね、それがいいね、やっぱり飲んだ演奏。僕はあの芋のロック、はい、なんかあの先ほど飲んだビールがなんか美味しいことがないから、美味しい行ってしまったもんですから行ってしまいました。はい、はい、でもこれ飲む前にやらないか新曲がありますよね。そうです、はい、作詞起きてるを作曲森正人、なんと驚くで驚いちゃいますね。驚くほどの曲だったら、でもなんか少しはなんか言わないと、言わない方がいいかね。何を、あ、言っていい、言っていいって言っていいんじゃないかなと思いますよ、うん、やっぱり言わんとこあとで聞きましょう。そうですよ、気になるな。そうかな、どうだろうな。いやいやいや、わかんない。あんま引っ張るとどんどんなんか、そうそう、ドツボにはまる。仕事するか、ね、うん、ロックを飲んでからかな。結局そう、結局そう、結局そう。でも飲む前にちょ、飲む前にやっちゃった方がいいよ。あ、そう、はい、じゃあ聞いてください。普段の歌。え、普段の、普段の歌。夕暮れ迫るウクライナ、足元見つめてウクライナ、クリミア地方の
モリカルワンダー歪んだ道もゆっくり直していけばいい。クスクス笑いのアフリカとすくすく育ったマサイキリン。サウスアメリカ南米旅行、ウルグアイなら買いましょう。アラブアイやったことない感想が短かった。いやそれだけでびっくりした。本当に自分の対応の能力なんじゃそれ。こう来られてもちゃんと処理したな俺みたいな。なんか飛ばした俺。いや処理した処理した。急になんかだってなんかあのルバートになったり。いやすごい。最後もさすが。いやあんまそこまで言われるとな。ありがとうございました。大丈夫ですか皆さん。大丈夫。大丈夫。お世話になります。飲んでください。すげー。いえいえ、ね、すいません。頑張ろう。はい。すごい。謝るぐらいなら練習してこいって。いい聞かなかったことにしてください。この後あのね、5月の2日に僕ら大阪にデビュー。やったです。ありがとうございます。西成にある南波屋という店が、あの結構なんかちょこちょこ僕前から行ってたんですけど、なかなかあの環境のいいところで行くたびにいろいろな発見があって、おっちゃんが駐車場の縁石のを枕にして昼寝してたりとか、もう至る所で酒飲んでたりとか、なんかホッとするんですよね、ああいうところで。本当に別に俺そうディープなところにおったつもりはないんですけど、でも若い頃天王寺とかに住んでて、あのおじさんたちが昼間からご機嫌だぜみたいな、いい時はいいんですよね。良くない時はお前さんの世話になってましたけどね、みんな。はい。そう。そんでもって今は次の曲をやる準備をしているところです。はい。次の曲はあのこれもユーカダンに書いた、割と僕にとってはデビュー当時はあの。お掃除おばちゃんとか嫌になったとかそういうやつだったんですけど、何年か経ってから、僕の買い足しでアルバム1枚作れへんかみたいな話があって、結構あのどうだろう、10曲のうち8曲ぐらいか、もうちょっと書いたけど、その中の1曲だと思うんですけど、俺たちは幽霊って言って、最近これやってみたいなと思ったのは、なんか森くんのギターも素晴らしいことはもちろんですけど、
なんかもうなんか人間やっとり幽霊やった方がいいんじゃないかという根源的なあの悩みというか、まあ、望みというんかな、なんかわからないけど、要するに歌を聴けばわかるっていう風でないといけない、歌っていうものはそういうもんだと僕は思ってますけど、でもちゃんと歌えなきゃダメだよな、忘れちゃうんだよな特に自分の作った曲は忘れますね。聴いてください。惚れたた幽霊昨日も出たぞ。ぼんやり浮かんで見えてたはずさ。お前の肩に腰を下ろしてどこでも続いてゆくんだぜ。分かったつもりでのぼせきってる。何にも分からぬ人間よりも幽霊やるお宝が早いぜ。それも曲とさっきの嫌になったもそうなんですけど、これはちょっと
中退になるみたいな曲、もう一曲入れたいと思います。みんな知ってるかな、この曲。もうゆかだんが好きな人は知ってるかな。の姉ちゃんはもっとありません。そうですね。もうあの終盤ですよ。です。大丈夫ですか。皆様のおかげで。言い残したこと。あ、俺？今それ言い出したらほとんど。脈絡がないということだけは分かる、はっきり言ってるんですけど。時々話がピヨンと飛んだり、あのわけわからないように。まとまって人の前で話するのって難しいですよね。あのみんな飲んで懐いてくれて。なんか他の曲でもやる。今池ユーロ音楽祭が5月5日にありますね。僕あのザボンっていうベースを弾いてるバンドと、
虹色電鉄っていうギターを弾いてるバンドとやってます。1時10分から特造でザボンで、7時10分からグローで虹色電鉄ですが、チケットあります、買ってください。以上。あ、ありがとうございました。楽しいよね。ちょっと忙しいというより、むっちゃ忙しいですって言われた方がいいですねみたいな話。ちょっと忙しいとか言われるとなんか軽く見られてるみたいな感じになりますよね。じゃあお前来いよ。そう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 。めっちゃ忙しいんですよって言われたら、そうしゃあないなってみたいな。そうそう、5月5日ね。ここも会場だよ。確かね。はい。そうなんですね。はい。ぜひ。ということはもう終わり？まだまだ。まだまだ。まだまだじゃないけど。あと2曲。あ、じゃあ、しっぽりと。しっぽり。しっぽりって意味わからない。西アフリカにマイ共和国という国があって、そこに住むあの少年からメッセージが僕の、 あの前頭葉周辺にやってきて、通常側頭葉であの通訳した結果、次のような曲ができました。マリの人っていう歌です。
ビール喜ばせてやろう。日本酒楽しいことで、あ
はい、ございます。長い目で見てください。長い目いきなり何言うとるか本当にね、ありがとうございます。だいぶあれだもんね。あれって何もうだいたいこう会話、俺と奥さんの会話あれとか何ばっかだよね最近。そんなことありまへんあれだよねみたいなあれだよみたいな。世の中に対して言いたいことはいっぱいあります。あありますよ。これなんで大阪弁になるか分かりません。我々あの社会派ユニットだからね。そういうことなんですよあのプロテストソング系。そうだねどっちか言うと、はい、反社会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 分子大きい子だから反社会分子だと。そうだ、ふざけるんじゃないよ、ね、そうです。長いこと反社会分子、明日選挙に行きましょう皆さん長いこと反社会分子をやっておると別に何も変わりはない、次の、じゃあせっかくアンコールいただいたので、反社会的な歌をやろうかなと。違います。おっさん参加、残念。タイトル、まあいいわ、タイトルはいいわ、タイトルはいいで、まあ、あのもしかしたらちょっと、はい、せっかくだからコール&レスポン。そうだよね、レスポン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 。タイトルはそれゆけおっさんどんと来いですけど、僕はそれゆけおっさんどんと来いと言ったらさあ来い来いとちょっとやってみましょうか。それゆけおっさんどんと来いさあ来い来い、それゆけおっさんどんと来いさあ来い来い、あと他にもね、あのかなりあの歌っていただかなきゃいけないところがあります例えばこんな感じ。愛がなくても優がいる、優がいる、恋がなければ行けばいい、行けばいい、よし、そんな感じ。そうそう、押さないように、もう入ってない。髪の毛あっても頭にない、頭にない、記憶はあっても出てこない、出てこない。おっさん、あんたは頼れる人だ、あらゆる困難ものともせずに笑い飛ばせばすらく、さあ来い来い、
けさせ、しらけさせ、おならかまして叱られる、叱られる。おさん、あんたはたまらん人だ。顔は油でテカっていても、心にゃ錦の花が咲く、花が咲く。それゆけおさんどんどん、さあ来い来い。それゆけおさんどんどん、さあ来い来い。わかったつもりでのたまうよりも、ここはアイアムドンとこの、ドンとこの。おさん、あんたはイケてる人だ。やがてはジジイになるんだけれど、あの世へ帰るその日まで、その日まで。それゆけおさんどんどん、さあ来い来い。それゆけおさんどんどん、さあ来い来い。それゆけおさんどんどん、さあ、今日も歌って
ス。池下のストレガでワンマンです。またよろしくお願いします。ビビらせますありがとうございました。すごい